さんこんにちは。今日はこのバケットコンベアについてご紹介します。このコンベアはペットボトルの原型のプリフォームを搬送することです。一番の特徴はコンベアの上部にバケットが設置されており、そのバケットにはフレコンパック丸ごとのプリフォームがすっぽり入るようになっています。浸透モーターによってプリフォームがスムーズにコンベアのベルトに落ちるようにしています。そして傾斜コンベアと整列コンベアに接続され、ペットボトルの選別作業が行われます。排出の量を調整するために4つの調整用ハンドルが設計されています。以上はバケットコンベアについてのご紹介です。もしベルトコンベアやバケットコンベアなど特注清掃をご検討の方は、リーチェーンウェブサイトや事業部までお問い合わせください。